バスティーユ広場に向かってみる、ボーマルシェ大通り。7月革命記念柱が見える。ボーマルシェ大通りは、フランス・パリの3区、4区と11区との境目を走る大通りである。3区、4区、マル地区の東端を南北に走る通り、ボーマルシェの像。トゥルネル街とサンタントワーヌ街の交差点にある。この、パリの大通りは、パリ4区のラバスティーユ街の一角を起点に、 11区のリシャール・ルノワール大通りへと続き、3区のポント州街、11区のサンセバスティアン街の交差点へと続く道路である。バスティーユ広場からフィーユイコール・デュカルベール大通りまでをその領域とする。起点のバスティーユ広場には、7月革命記念柱があり、そこから同大通りに並んで放射線上に、北へ向かうリシャール・ルノワール大通りの起点には、バスティーユ市場がある。 すぐ西側に広がるルマレには、ボージュ広場や、ビクトル融合記念館があり、西側を北上すれば、サンドゥニデュサンイコールサクルマン協会があるが、いずれも通りには面していない。パリメトロ8号線のシュマンベール駅を出ると、同台通りの西側に沿って、カメラ屋やオーディオの専門店街が立ち並び、中古カメラ屋の店先には、ライカやローライの写真機、中盤カメラ等が、展示販売されている。 この並木道は17世紀1670年6月7日の王令によってシャルル5世の城壁の破壊の後に建設されたものである。同大通りはレクールの名で呼ばれ、さらにはサンタントワーヌ大通りあるいはサンタントワーヌモン大通りとも呼ばれた。ありがとうございます。